最初まず前2点のフットワークをします。前この、ここの2点だけのフットワークです。ちょっと考えて、一番注意してほしいことが一つ、自分がこう振ったときにどこに何を打ったのかをしっかり意識しながらフットワークをしてほしいです。ヘアピンだったらヘアピン、下で取るヘアピンなら下で取ってもいいし、そこはもうみんながそれぞれ考え、打ちたいものを打っていいんだけど、自分が今ストレートならストレートロブ、クロスならクロスにしっかり意識して素振りをしながらフットワークをするっていうことがすごく、その後の跳ね打ちにつながるフットワークになると思うから、それぞれ何でもいいからしっかりそこをしっかり意識しながらフットワークをしてほしいです。分かった人